こんにちは、いけちゃんです。このすっぴんにパジャマっていう状態で皆さん察しがつくかもしれないんですけど、私今起きたんですよ。それで今日も例外ではなく、じゃーん、なんと夜です。目が覚めたらもう夜ってやばくない？あー、どうしよう、まだ今日何もしてないよ。でね、今の時間がなんと午後9時。やばくない？とりあえずコンビニでも行こうかな。ということで、とりあえずお財布だけ持ってコンビニに行ってきます。よいしょ。はい、編集の力で秒速で戻ってきました。今日もミニストップに行ってきた。じゃあまずはご飯ですね。ご飯を食べないと何もやる気にならないから、一旦ご飯を食べてから考える。今日何をすべきか。はい、じゃあ今日はこのミニストップで買ってきたキャベツの千切りをお皿の上にパーンって全部出します。あ、じゃあ全部は多すぎるからやっぱちょっとだけ出します。そしたらキャベツの千切りの上にコンビーフを乗っけます。猫の餌みたいな匂いする。これをいい感じにほじくり出して千切りキャベツの上に乗っけるんですよ。こうやってこの上にマヨネーズをかける。じゃじゃん、いげちゃん特製コンビーフ千切りキャベツマヨネーズ、いただきます。うん、おすすめだからマジでみんなにやってみてほしい。気がついたらあとちょっとしかない。はい、ごちそうさまでした。それで今日はやりたいことがあるんですよ。じゃじゃーん、ピアスを開けるやつ。私はもともと前ピアスをつけていたのでピアスホールが開いているんですよ。でももう塞がっちゃってて、なんでかっていうと去年の夏くらいに急に金属アレルギーになっちゃって、この辺がぐちゃぐちゃになったのでもうつけないようにしてたんですよ。でもなんか樹脂ピアスだっていけるのかなと思って、おしゃれのためにまた開けちゃいたくなったから、今日の進捗が何にもない本日開けたいと思う。はい、開けます。とりあえず消毒。ちなみにピアス開けるのとか苦手な人はこの動画ちょっと飛ばしてね。まあもちろん見てほしいけど。とりあえずね、前ピアスを開けていたここにちょんって印を、はい、こんな感じ。前と同じ位置でいっか。こっちにもちょんってやっていきます。この辺？待って、なんか一旦冷やした方がいい気がしてきた。ストゼロでいいかな。冷やしてちょっと痛覚を鈍らせます。やんなくてもいいかもしれないけど、そろそろいいかな。はい、じゃあもうストゼロで冷やしたのでさっさと開けていきます。私もこれ使い方よく分かってないけど、はい、じゃあやっていきたいと思います。ここでいいよね。うん、あ、できた。え、取れないんだけど。何これ、な何この状態。あ、取れた。あ、おっと、取れた。え刺さってた。あ、いい感じじゃない？え、かわいい。ということで、じゃあもう片方もやっていきますね。はい、反対側も開けました。これで両耳。うん。もうね、ずっと開けたいと思ってたから、両耳ピアス開けただけで、今日の進捗もう丸。ということで、まあ頑張って開けたので、どっちにしようかな。ご褒美タイムが欲しいんだけど、ストゼロとチョコレートドリンクだったらやっぱストゼロかな。これね、新発売の完熟梅をいただく。あ、朝からストゼロ、カツン。あ、美味しい。私は精神的に病みやすいので、精神的に病まないで自分の機嫌を取る方法っていうのを日々模索しているんですよ。その中で、まあ、何かしら自分のことを褒めるに値する何か行動をするっていうのがいいなっていう風に最近なってる。それでさ、私もこの前まではさすがにこんな夜に起きたら今日何してたんだろうとかってめちゃくちゃ責めてたけど、最近はね、そこまで責めることもなくなったかな。なんか結局人生って妥協の連続だなと思って、残り時間をいかに充実させようかなみたいな、そんな感じだってね。今の時間10時半とかだもん。起きてからさ、まだ1時間半しか経ってないのに、コンビニに行きます、ご飯を食べます、ピアスを開けます、酒を飲みますってできてるから、もう良くない？結構起きてる時間充実して使えてると思う。私静かな環境が好きなの。だから気がついたら深夜が私の一番行動しやすい時間帯になってて、深夜いろいろ作業とかはかどっちゃって気がついたら朝なんだよね、いつも。もう本当に良くない。この負のスパイラルを早く抜け出したい。だから
女性 YouTuber の友達が欲しいの。私は日中私を連れ出してくれるような友達。それでさ、私の動画を見てくれる人たちってさ、私のコラボ動画とかって見たいものなのかな。私はチャンネル名もぼっち女子大生けちゃんだし、ぼっち系で売ってるって言えば売ってるのかもしれないけど、大学デビューに失敗したからっていうのと、むやみに傷つきたくないからぼっちでいるっていうだけで、友達自体は欲しいんだよね。大学はもう諦めてるけど、全然 YouTuber の友達だったら欲しいから。だからいないこともないの、作ろうとちゃんと思ってるからまあちょっとコミュ障なところはあるけど、3人くらいとコラボしたらね、多分私チャンネル名ただのイケちゃんにすると思うね。お酒飲みながら言ってることみんな鵜呑みにしちゃダメなんだけど、多分コラボしたらチャンネル名は変えるし、コラボするかどうかもわからない。だって友達がいないんだもん。全くいないわけじゃないけど、なんかうんっていう感じあ、今日という一日は充実したな。まだ起きてから1時間半しか経っていないのに天才だ。ということで、夜の9時に起きた私は、起きてから1時間半の間にメイクもせず、とりあえずコンビニに行ってご飯を食べ、ピアスを開け、お酒を飲むっていう大充実の一日でした。ということで、じゃあもう終わります。よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。じゃあね。